皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナル TV より世界宇宙へ目の前のパソコンバレアフォーマでお届けしております。24時間常時放送になっております。24時間小林千夏が出ているわけでございます。今日は大事な日なので早巻きでいきたいと思います。というところでね、はい、今日何の会なの。あ、そうね、今日なんで2人いるの。あ、そうです、今日はね、わかりました、誰と更新してる、誰と話してるんでしょうか。私も目線をどこに向けながら話をしていいのかさっぱりわかりませんがというところになりますけど、抜かないでよ、今のすごい顔してたからというところになりますけど、今日ね、アミさん、あれ今日アミさんいるということあれじゃないの。あるよね、きっと。今日でもね、今日ちょっと皆さんに伝えたいことがあります。今日ね、スタジオに入ってから今までずっと気になってたんです。アミさんのシャツがずれそうで、ずれそうでずれない、ずれそうでずれないっていう服でございます。真ん中にいるね、お父さんがうなずくしかできないって感じですけど、もうみんな知ってる手で話してますけど、一応ご紹介差し上げたいと思います。私、口のお隣、光からのメッセージを受け取りお伝えする占わない占い師、乙葉さんです。よろしくお願いいたします。そしてアミさんがいらっしゃるということは、例の回でございますね。もうオープニングからもう忘れるからどなっとこうかな。あの1週2週3週4週前はね、怒鳴らずにもう最後の1分前に今日は何の回だったって怒鳴ってる機会が、まあいいです。はい、行きたいと。今日ね、今日めでたいんじゃないの。そう、あ、キリのいい数字、キリのいい数字です。第70弾楽屋トークだ、イエイ。楽屋トークでございますので、皆様ご存知、小林夏が暴れる回でございますけれども、いつもアミさんと2人でね、あのお話しさせていただくんですけども、乙葉さんが今日ちょっと通りかかったということでね、スタジオに通りかかりです。スタジオにね、ちょっとアミさん元気って言ったら、あ、今日千夏さん収録、え、そうなのって言ってね、2週前と同じ服でございますけれども、はい、裏をバラすなって話でございますが、今日またね、楽屋トークの特別にですよ、乙葉さんがどのようにね、まあ、セッションされてるかっていうのをちょっとかいつまんでね、皆さん見ていただけたらなという回にしていこうと思います。その前に一旦 CM CM です、どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくために、こちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、お帰りなさいませ。もうね、動いたら画面から見切れるのでね、もう今日はもう固定されて動かないようにね、頑張って生きちゃって思っておりますっていうところで、そうなのよ、もう乙葉さんといえば、うん、占わない占い師、うん、ね、どっちやねんでございますけども、ね、全て占い師に託しちゃいけないよ、ね、ある程度の背中を押したり、うん、お答えはするけれど、うん、最後決めるのは自分じゃなかろうかっていうね、母であり母であり母であります、ね、皆様の心の母ということでございまして、そう、そう、であの冒頭にもお伝えいたしましたが、まあ、乙葉さんたびたびね、年にもう2回は絶対エレガンスマダム千夏の部屋にお越しいただきまして、通常は年度の上半期下半期のお誕生月別運勢というものをね、お伝えしていただいたり、場合によってはお誕生日別運勢というのをしていただいております。で、その下りっていうとあれですけど、毎回私がカードで何かを見ていただくんですけど、毎回何もないのよ、もうそれが本当大変な話なんです。どういうことを聞いたらみんながね、興味を示してくれるのかなと思うんですけど、絞っても絞っても絞っても何にも出ないっていうね、こんなことがあるかって、カラッカラのみかんでございますというところでね、楽しめていこう。どういうこと？わかんない、絞ってもね、ね、カラカラね、見た目はありそうだけど中身がね、あのみかん、リンゴ、リンゴ、そう、はい、やっていこうと思うんですけど、はい、せっかくなのでアミさん、何かこう乙葉さんね、今日お越しいただいておりますので、なんか聞いちゃう？わかった、じゃあ乙葉さん今考えてね、これね、打ち合わせ何もなしで始まってるので、うん、今考えていただいてる間に、うん、ま、誕
女スーフィーもね、うんうん、見れるということで、うんうん、2週前に音羽さんねゲストご出演いただいた時、まあ、私も含めスタッフの方たちのも見ていただいて、もう本当裏話ですけど、その話をしてる時に仕事そっちのけでみんな直立で音羽さんの話を聞いて、もう首がもげるんじゃないかっていうぐらい、あそうそうっていうことがね何度もありまして、まあこれはね、まあその方が持っている誕生日の数字をいろいろ足していっての組み合わせになりますけど、まあ亜美さんのね誕生日今考えて、うん、何を聞きたいかね考えていただいてる、まあ亜美さんどんな感じの方ですか、大まかに。亜美さんは過去生から持ってる、うん、きちっと物事を組み立ててやるっていうのがものすごく得意分野で、毎回聞くそれ本当にね、毎回そうなんだよね、本当素晴らしい、そうなのよね。で、もともと持ってるそれが苦しめて、そうなの。だから基本的な自分のシャドウっていうかね部分も結構自分ここのっていうかね自分として確率がすごく高いのよね。あなるほどね、うん、だからガンコちゃんに絶対ならないことなんだけど、ね、それ毎回言われてて分かってるけどやっちゃってるね、うん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 、きっとね。いや私知らないですよ、どうですか、どうでございます、難しい顔してるからきっとそうだと思う、うん、でも最近はもうなんか、うん、頑固も頑固でないも何もない、うんうんうん、おいいと思う、これすごいことじゃないですか、うん、すごいよね。だってもともとはその7っていう部分を頑固と取るか自分で孤立するかで取るのもあるんだけど、スキルアップするとか、うん、なんか一つの分野にかけてそのすごい精査高まするっていうのも得意の人でもあるから、うんうん、でベクトルも上に向いてるでしょ、これから未来に向けていくのは独立とかいうのもあるし、一人で突き進むっていうのも持ってるからね、職人さん直感力もあるしね、うん、はあ、もうフリーランスとしてもドキドキできるよね、どうなってもできるんやね、うん、確立して、うわ羨ましい、持ってるけどね、そういうのね、いや私はちょっと分かんないですけど分かんない分かんないですけどっていうところなんですけど、なんか決まった、亜美さん、決まった、音羽さん、はい、じゃあどうです、うん、具体的に在宅ワークが増えて一人で家で仕事することが増えたから、だからさっき言ってた、なんか頑固も何もないっていうのって一人で仕事する時間が増えたから余計かもしれないけど、今度逆になんか行動力がなくなったというか、それこそ職人じゃないけど一人でも悶々とずっと、うんうん、まあ得意は得意だけどな、そう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 、基本はそうなんだよ、うん、そしたらその外との接点を持とうとしなくなったというか、これはなんか逆に今の仕事的にはいかんなと思ったりとかしてて、でも基本的には一人で家におるとかのめっちゃ得意なんやけどな、うん、あでも合ってることは合ってることは、もうなんかそういう風に流れになってるんよ、三持ちのうちたちにしてみると、もう家におったらもう気が狂そうになってくるんだよね、もう本当にここ真反対なんで、お隣の数字なんですけど、ここで真反対なんですよ、隣の数字っていうのは全く違うのよね、3と4っていうのは、死ぬもんね言ったら、うん、もう自分らもペランカ打つんだってな感じなのね、真ん中が同じ11なのよね、私たちの、うんうんうん、そうそうそう、でもその横が違う、そう違う、だから4も5もまた全然違うでしょ、4っていうのは結構やっぱり四角って、4って数字に関数字にすると4ってこう結構4っていうで四角に囲まれて、で4って言ったら4つの柱みたいな、やっぱり結局こう安定とかこう4つにあるから ね、囲われたみたいな、その悪い意味じゃなくてよ、うんうんうん、なんだけど3とかなってくると3の数字自体がもうコロ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 安定しない、こう転がるじゃないですか、うんうん、で5もそうなのよね、だから結構フットワークも軽いしよく動く、うんうん、で4は結構こう1つのところにとどまっても平気なの、うんうん、それがいいとか悪いとか全然なくてね、うん、っていうのをまあ特徴的に持ってるよというふうにまあ言われているというところですね、だから別に仕事的にはやっぱり出なくちゃいけない時にはちゃんと出られると思うのよ、在宅で自分がこのそこの場所にずっとしっかり安定しておられるっていうのも全然悪いことではないから、そんなに心配する必要ないと思うけど な、うん、なるほど、でもやっぱ出なくちゃいけない時は出るでしょ、なんかめっちゃ合ってるんだ、だから、うん、すごいね、うんうんうん、もう死ぬよ家いたらもうだんだん元気なくなる、快適それがすごいなと思う、私家におっても食うじゃない人ってもう羨ましい、だって、うん、パッと起きるでしょ、うん、起きてあ仕事しようと思ってすぐにそのままできるんですよ、まあまあまあね、効率はいいよね、うん、もう準備して、うん、何かね、段取りして、そうやね、うん、で出ないといけないと思った時に思ったことができるなんて、あすごいな、すごいな、耐えれない私ね、じっとしてる雰囲気に見えますけどね、意外に違います、車でいろんなね、うん、
ところ行ったり、うん、運転も好きだもんね、うん、大好き。またじゃあできれば助手席がいいです、うん、運転できないわけじゃないですけど、そこはあんまり好きとか嫌いなだけの問題で、自己理想もね、もういや、うまいよ運転本当に気持ちがあっちにあっちこっち行くから、そう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 、でもなんかしないね、うまいけど、まあ怖い目に遭う人もいますけどいろいろありますけれど、どうする、何する、何見ようか、なんか今解決しちゃったもんね、数字でね、とりあえずでも、うん、もうぼちぼち、うん、あのね、もうきっと落ち着くし、ちょっとまた、はいはいはい、ちょっと行動をしていかないかなと思って、うんうん、で、うん、それがなんかそのなんどうしたらできるかっていう、なんか、うん、どうしたらできる、待てよ、うん、どうしたら、待てよ、ちょっと待て、今具体的な言葉にするの、うん、どうしようかな、今だから自分の中で心地いいでしょ、うんうん、心地良すぎて、うんうん、なんか打っていけないのね、うんうん、でも必要に迫られたらそれが切り替えてできる人だから、それはあの、うん、考えなくていいんちゃうっていうところ、そうそうそこだよね、そうだよね、そうですか先生、そうです、どうしたの今日でもほら必要に駆られるっていうのはさ、人がする必要になってくる、自らっていうことか、そうそうそう、自らちょっとそろそろエンジンかけんといかんかなと思ってて、今何かしたいことっていうのは何かあるんですか、したいこと、うん、なんか動く、何か動くっていうことに関して、仕事のみ、うん、仕事だけじゃなくてもいい、いや、仕事しかないかな、ああ、うん、そうか、プライベート充実させようとかっていうのはそんなにあえて思ってなくて、うん、もうその時その時楽しかったらいい程度だから、うんうんうん、それはいいんだよね、うん、だからプライベートを充実っていうか、それもプライベートが充実してるね、だから多分家に自在自在、うん、仕事してるってことじゃないかも、だからもう全部整ってるじゃん、そう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 、え、すごい、そう、別にいいんだ、うんうん、動くことそんな、じゃあ何かあるなんかある聞きたいこと、じゃあシャナナ見てほしいね、サナナ TV、 シャナナはちょっといいですか、いけます、うん、じゃあその間にちょっとスタッフに聞きたいことあるかちょっと聞いてみましょうかね、うん、なんか書いて走り書きで、あのホワイトボードかなんかに、結構それが面白かったです、ね、そうあの何でもいい、分かりやすく言うと、分かりやすく言うとですよ、いつ独立できますかとかね、もしくは、分かりやすく言うといつ独立できますかとか、ダンスは上手くなりま、あのどうしたらいいかとかさ、全然例えが出てこないね、うんうん、まあだから多分聞きたいことはみんなそれぞれ違うから、めっちゃ優しく動き出したの、もう嬉しい限りでこんなにみんなが、あの端的に具体的に分かりやすくですね、で多分私が聞いたらまたそれもブワーって書いて、あの やってもらえます、はい、アミさんね、はい、じゃあアミさん何見るんやったっけ、シャナすいませんね、いろんなこと同時進行でやっております、先生すいません、先生よろしくお願いします、1本で済まないで5本目収録になるかもしれませんかっこいいね、音羽さんのですね、いろいろ詳細の方は元気アドバイザー音羽、今ここ出ております、元気アドバイザー音羽でご検索の方いただければホームページの方に行きます、基本ですね、電話のセッション、ズームでのセッションもございます、ごめんなさい、焦っております、申し訳ございませんカードが出るまで言わなきゃったって、はい、はい、どうでございましょうか、ありがとうございます、はい、出ましたね、あのシャラの、あのこれからね、ものすごく大きく変わるのはね、なんでかって言ったらワールドのカードが出てて、なんかね、あの次のステージにも行くのかなと思うんだけど、その前になんかものすごくあの選択の余地ありっていうのがなんかあるんだよ、何か分かんないのね、まあ、なんか出てくるかもしれない、ね、でも基本的にはすごくいいのよ、これ金持ちカードも出てくるから、お、じゃあ会社いいや、金持ちって言ったら大丈夫です、いろんな外野がいますんでね、もうそのみんなお金のことで反応します、そうよね、そうよね、はい、うん、そうだよね、あんまりなんていうのかな、一つのことに固執しないっていうのものすごくあるんだよね、なんか今まで迷ってきたことがすごい答えが出てきますよっていうカードでもあるんだけど、ごめんなさい、すいません、ごめんなさい、私がちょっと先取りしてごめんなさい、はい、今シャナナの話でもそうそういいですね、何かそのステップアップするまでにちょっとお試しが来るみたいですか、来るね、来るし、あの人間関係もちょっと気をつけなくちゃいけないかな、人間関係、あー、なるほど、うん、まあ、これは分かんない、うん、その気をつけるだけで絶対これがあるよとかじゃなくて、うん、あ、こんなことが言ってたなっていうのが、そうそう、忘れていいんだって、うん、でもその時思い出したらいいよということでね、前回お聞きしました、ちゃんとやっぱりね、お言葉をちゃんと気をつけて、はい、言葉を言うとか、あ、でもアミダン全然できるでしょそれ、うん、できると思う、うん、ね、分かんないっすできます、あ、でもなんかちょっとなんかワクワクするね、ワクワクするよね、ワクワクするね、すごくね、うん、すごいね、どうしよう、エレガンスマダムが1時間番組になるかもしれないしね、あらま、1時間受けたらもう死んじゃうぞ、もう見ないよね、みんな疲れてもう酔ってね、ぐったりして、できれば15分番組にしてくれるって言われたらどうしましょう、
感じでございます。スタッフがねちょっと聞きたいことを今ねパパッと書き出してくださいましたので、うん、じゃあスタッフ A 君 ね、はい、じゃあちょっと私が代読します。お笑いをやっているのですがどうすれば売れますか。皆さんいろいろ兼任でいろんなことをやっております、ね、この収録のこういうお勉強もしながら、みんないろんな副業でいろんなことをやっておりますので。いつからやってるの。いつからやってますか。はい言ってください。もう2年ぐらい。もう2年ぐらいやっているってこと。え、それなんか具体的な活動とかしてはるん。 M1 グランプリ出たりとか。お、 M1 グランプリ出たりとか。拾ってませんもんねこれね。私がやった方がいいですね、うんうん、あ、じゃあそれ後で文字情報で出してください。へ、はい、今やってんの。え、2人でやってんの。2人でコンビ。うーん、結構本格的に頑張って。男の人ですか、ね、お相手も。はい、はい、2年前ぐらいからお笑いのコンビを男性2人のユニットで組んでます。そして、本格的にやっていて M1 にチャレンジしたりやっておりますが、まあ、もちろんねお笑いをやってる方本当一握り目が出て有名になるというところはありますが、もちろん皆さん 本気で売れたいと思ってやっております。一攫千金じゃないですがそこを狙っておりますが、どうしたらいいですかっていうのを今聞いております。はい、こんな感じでよろしいでしょうか。ありがとうございます、はい、ワンマンとかもやってるの、まワンマンとか。ワンマンも、おう、ワンマンライブ。すごいね。すごいです。ワンマンっていうか、そう。ワンマン、ワンマン、ワンマンバスじゃない。ワンマン、ワンマン、ワンマンバスじゃないよねって言いたかった。単独ライブみたいな感じだね。はい。そうね、すごいじゃない。はい、じゃあ今6枚のカード、うん、お父さん。今年の誕生日から結構フットワークは軽くって、動き、あの変化の年にはなってた。去年まではちょっと結構きつかったのよ、本当に。でも、もうこの、やっぱり2年、過去2年間っていうのはものすごく結構辛い、辛いじゃないな、本当に試練が多い時だったんだけど、今年の誕生日ぐらい、今年誕生日何月だったっけ。9月だよね。この9月ぐらいから本当にあの変化の時にも入ってくるよ。これから今年のから来年の誕生日に向けてと、あとその再来年2年後っていうのはものすごく変化が多くなってくるからね。24年やね、うんうんうん、でやっぱりお金にはなっていく、いきそうなのよね。一時ちょっと疲れたりはするんだけれども、うん、でも結構ねやっぱり芯の強いカードも出てるから、うん、あんま心配するじゃない。この誕生日から結構変わると思う。もう一人の方のね誕生日も分かればほら、まあ、見やすいんだけれども、あのスタッフ A 君のお一人の感じとして見たらっていうところになりますね、うん、そうそう。 A 君はその真ん中に GO っていうのを持って出して、これはね結構ね、あの自由とかよく動くとかコミュニケーションナンバーっていうのもあって、あ、しゃべくりに対してめちゃくちゃうまいのよ。へえ、めっちゃいいと思う。それと、うん、あとその GO の5はね、その波に乗るというか風に乗るというか、風っていうのもテーマではあるからね、結構そのうん、そうだね、直感力を生かして自分がもうチャンスをすぐ掴む、風を読むっていうことをちゃんとするってこと。じゃあもうさっと掴まないとダメね。もう後ろはハゲとるからな誕生日ちゃんのチャンスの神様はな、うん、ほんで基本的には金運を持ってらっしゃるから、いいと思う。今年の誕生日ぐらいからは結構動きが出てくるかな。でもなんか前なんかスタッフ A 君のね2週前にお父さん出た時にちょっとまだこんなことじゃないのって聞こえました今、うん、っていうのをまだ持ってるっていうだけですよ。今ここお笑いにかけてますからね、彼がそうだっていうことじゃなくて、うんうん、まあそこは封印ちょっとしていただいてね、お笑いとりあえずチャンスを逃さないようにちゃんとアンテナ張って、うんうん、努力は報われるのかもしれませんね。そう、今年の誕生日くらいからやっぱ流れは出てくるよ。でもこのままずっとユニ、うん、コンビかもわからないよね、人生ね。その全然そのうち3人になってるか増えてるかもしれないし ね。基本的に自分で会社を立ち上げていくのもいいぐらいの思ってるよ、本当に。だから別としてな、うん、あ、いや楽しみですね。なんかいろいろ多岐にわたってやったらいいちゃうかなと思う。とにかく一つこの時はこれに集中してもいいけど、うん、いろんなことされたらいい、うんうんうん、いいですね、楽しみ、すげえ楽しみでございます。でもこの音羽さんね、うん、の会にね、この収録に立ち会えたことをもう神様に感謝しかないですね。感謝しなさいよ、本当に感謝しなさいよ拝んでおります。ここから見せられないのが残念でございますが、 B 君はなんかいっぱい書いてたような気がしますが、はい、じゃあ B 君見せてもらいましょう。はい今から皆さんここで悲しいバックミュージックが流れているかもしれませんが、いいですか、私が代読させていただきます。愛しの彼女と別れてしまい、愛しって入っておりません、彼女と別れてしまいました、新しい出会いはありますか。このね、このね質問って結構たくさんの方がね、うん、したい質問だと思います、うん、ね、いつ別れた。出会いもあれ、うん、あれば別れもありますが、別れが全てではありません。次へ進むためだ、そうそう、はい、うん、ちょっと質問していきます。はい、先週収録の
1週間以内に前以内に別れがあります。今ちょっと本当に、あのちょっと悲しい思いでいっぱいでございます。悲しいのに、はい、こんな笑ってしもうとは申し訳ない、うん、いやもうそれもね、うん、そういうこともあったなっていうね、時間が癒してくれるとまた未来の彼女が ね待っておりますので、はい、気をつけなくちゃいけないのはね。いやもうそんな別れるとかあった、忘れちゃったわもう本当にね。私あるよ、最近でもある。失礼、失礼、失礼、あのあれだよ、さっきも言ったけど、ここと、ここぞっていう時に言わないだからね。シングルだから彼女は自由、そうそう、シングルだから自由なんだよ。あのおばちゃんだけど関西のおばちゃんだけど、シングルだ、シングルだからね、てか自由な、ここぞという時にちゃんと大事な言葉を言えるようにならなくちゃいけないわよね。そうですね、持ってる数字もありますね。さっきも言ったけどね、こういう時にこういうことを言わなかったらいいのにということも、そういうのもあるかもしれませんね。そうだよ、そうだよ、うん、22… じゃあちょっとずらしてもらって、はいはい、ごめんなさい、はいはい、何月生まれ？12月生まれか。7、6、7、8、9、10、11、12、13、14、5。おお、でも2年間のバブル期には入ってくるけどね。バブル期、来年から2年間めっちゃいいよ。あ、来年、あ、だから12月から変わる、うんうん、だからこの秋ぐらいから変わるよ。やだ、うん、あ、だから今こういう、こういうお父さんとも巡って会えるようになっ、うん、持ってんな、持ってんな。あれ、で、復縁したいの？わけではない。普通に質問してるから。受けました、言い訳ではない。どっちから別れる、うーたん？なるほどね、なるほどね、良かったんじゃないのかな、うん、そう、聞こえたかどうかわからないけど、向こうから、向こうから、そうそうそう、向こうから、ごめんなさいね、うんうん、ここだけ完結しておりました、今。そうだよね、はい、今ね、多分6枚のカード出していただけると思います、うん、あと追いかけなさんなってことよね。あ、やだ、もう本当次よ、もうね、これね、本当恋愛ってそうな、好きやったん？大好きだったよね。そりゃそうや、そりゃそうやろ、そりゃそうや。どういう質問？いや、いやでもさ、そりゃタイプによってさ、あ、別れるって言われたらさ、あ、そうか、俺の魅力この、あ、まあこの子分かんなかったんだなってパッと切り替う人もいるかもしれない、うん、じゃない？なのであえてすごく好きだったんだねっていうのを言葉に今してみました。はい、好きだったよね、かわいそうにね。もう 今ね、スタジオ全体が今涙です。あの、わかります、映画の一番泣けるシーンのところでございます、わかりますか？全然泣いてないけど、ね、泣いてない。だってもう次に来てるから大丈夫だよ、もう。あ、そんな別に見なくったって。でも今はそれを味わう時なんじゃない、うん、うん、そうね。で、本当に私思うんだけど、うん、あの女と男って、まあ何でもそうだけど、別れるではない、別れた時って一番なんていうの、自分の運命の人かどうかって見やすい時なのよ。本当にね、自分の運命の人じゃなかったら、本当に次の人が来るからちゃんと待ってて、ね、でもしもこの彼女が運命の人であれば、時間が経てばこの人と再会するのよ。でも、ね、やっぱ今そのと、この彼女と今一緒にいるべきではない時ではあるから、うん、でも悲しいけど、もう大丈夫、この秋ぐらいからは2年間のあれよ、ご褒美期には入ってくるから、出会いとしてもあるよ。すごいタイミングだよね、だから、うんうん、へー、まあ、先週別れたっていうのはね、まあ、今ね、そう聞いても、そう聞いてもなんか頭では理解してるけど、もう何にも心には届いてないと思いますけど、多分これがオンエアされる頃はね、収録からちょっと時間が経っておりますので、また見返していただいてね、元気になっていただけたらと思います。元気になるよ。でもまだね、来年またあの上半期のね、乙葉さんのその運勢ね、皆さんお伝えするとき、また同じスタッフだったらその後どうなってるかっていうのをちょっと聞いてみたいもんですね。ねえ、お話ハミさんが今ね、収録なのに遠くに行ってた。どこ行ってたの？もう珍しく、いつも楽屋トークだったら私が時間の配分しないからすっごい見てるけど、今パッとハミさん見た。ハミさんごめんなさい、宇宙に行ったな。もう宇宙に行くようになっちゃったというところで一旦 CM 入ります。 CM です、どうぞ。はい、お帰りなさいませ。宇宙から戻ってまいりました。そう、本当にね、何してたか聞いたの今。見て、この柄見てたんだって、この柄。びっくりしちゃう。ずっと一個ずつ見てた。あ、ここは月か星か。月か星ほつれ。まさに宇宙に星ほつれ。宇宙に行ってた。
いやそんな感じでございまして、もう今ね本当にもう即興的な感じで、うん、スタッフとアミさんとね、もう本当にプチプチ鑑定をしていただきましたが、もちろん本格的なセッションというのはじっくりお話もお伺いして、たくさんのカードをね切っていただいてということになりますので、お問い合わせの方は元気アドバイザー音波、元気アドバイザー音波でお願いします。もちろんお電話、オンラインもできますけれども、もし可能であれば一回対面で会ってた方が、まあ、いろんなエネルギーとかそういうものをなんか、分かるのかな、というところになるみたいなのでね、ぜひそのように思います。なんかね、そういうセッションしてほしいとかっていう時って、はい、どういうふう なんか質問の仕方とか、ね、具体的がいいよね。うーん、でも結局さ、あの何て言うの、私は魂のスピリチュアル的なカウンセリングをするから、うん、質問というよりまずその人が今の状況とか自分が思っていること喋ってもらった方がすごい見やすい。ああ、ものすごい見やすい。そうかそうか、なんとなくも見えて、相手の話をしたとさ、私は今度相手とこうつながっていくから、うん、すっごい見やすい。うーん、じゃあそうやね。だからまあまあその時はやっぱりみんな誰にも言えないけど、うんうん、やっぱり何かをこう導いてほしくて、うんうん、話したくて会いに来られるわけなので、うん、その時の思いの丈をね、うん、まあ、そうそう、ひとまずいい悪いじゃなくて、うん、全部さらけ出すっていうところが一番大事なのかもしれない、うん、近しかったら話せないことも、うんうんうん、まあ、やっぱりそこはセッションなのでやっぱ うん、お金を払ってってなるとやっぱりそこで話せたりっていうのもあると思う、うん、すんごいあるね、うん、それね。だから今日は多分スタッフ B 君からのお問い合わせが来るかもしれませんけど、まあ、その時はぜひね、あの来たとかいうのは全然教えてもらわなくても大丈夫なのでね、元気アドバイザー音波でね検索してもらったら、請求ちゃんと本人に、うん、こっちにいます。あ、本人にね、あの請求書を渡していただいてね、あの結果どうだったかっていうのはここでレポね流してもらって話したいというふうに思っておりますけども、まだあるよ時間。なんだかんだうちスタッフちゃんちょっと先未来明るかったね。いや、うん、なんかみんながよかった、シャナナも良かったし、うん、アミさんも結果的にはもう全部良かったよね、うん、これって珍しくない？結構あの前のスタッフの時にはもうあの獣くんとかね、いろんないて最近会ってないんですけど元気してるかななんて思いながら、東京行ったね。そうですよ、みんなねいろんな道で頑張っておりますというところで、本日は楽屋第70弾楽屋トーク、そして特別ゲストといたしまして、光からのメッセージを受け取りお伝えする占いはない占い師音波さんでした。ありがとうございました。バイバイ。早かった。